吉野さん、信じる者は救われると言いますけども私は今回テーマをね神にしよよううかと思うんですよね。神様の定義神の定義っていうのは何かっていうと、まあ、私が思うに実現することじゃないんかなと思うんですよ。ということは自分がこうなりたいと思ったことを自分で実現すればそれは神になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ神的だみたいな表現もありますけどもまさに信じられないようなことを成し遂げる人のこと。 そして信じられなないようう瞬間に出会えたことのことだととのだ思うんですよ。共通してるのは実現してるってことなんじゃないかなと思うんですよそして実現がありふれたものだったら誰も神的だとは思わないんですよねやっぱり多くの方が諦めて自ら手を引いてるところにそこに達するまで強い意志と行動力でもって実現を手にしてるから神的だっていうふうに言われるんじゃないかなと思うんですよねこの億万長者合宿のやり取りもうすでに4,000回をオーバーしてますけども 一日一、ね、1 1本どころか10本なり20本でり40本を超えた時もありましたこれ一日のやり取りですよということはね私は信じることができるんですよ自分自身を一日に100本の動画を送ってって言ったらそれはまあできるかなと思うんですよねで実際やると思いますしねでそれはなぜかっていうと今までやってきた自分があるからわかるんですよできるなと一人で 3年で1億稼ぐうんなかなか非現実的な話ですよねでもそれを成し遂げたその瞬間とその現象のことを神というしそれをやってのけた人のことを私は神だと思うんですよつまり自分自身は神様の一部をやっぱり成し遂げてるんだろうなと思うんですよねでもこれは選ぶわけじゃないんですよ誰でも神様になれるんですよそれは自分が目標を立ててそれを達成することその繰り返しによって自分が考えたことはおおむね実現するだろうな っていう風に考えたことと行動の結果がだんだん一致してくるんですよねまさに言動一致の原則になってくるわけなんですよでも多くの方は自分で考えたことをまあ、自分で否定してしまって否定した自分が現実化するんですよまあ、これも神と言えなくもないんですけどもでももう一つの原則一部の人しかできないところにたどり着いたことを神というならそうなんですよありふれたことは神って言わないんですよねですので 目標を達成しないい人が大多数いるそれが現実化したからといってそれは神ではないと思うんですよねまさに紙切れのようううななもんだといいうふうに思わざるを得ないですでもどんな紙切れも積み重ねていけば電話番号の一冊の重厚な書籍のように銃弾をも跳ね返すものになると思うんですよ、まあ、ですんでねもし挫折の連続だとしてもその連続も積み上げていけば きっとですね、挫折はしたけどどのくらいだったら自分はいけるのかなってことが測れてくると思うんですよ。例えば100を目指す時に70で挫折しましたということは次は目標設定を70にすれば行くんではないかないや70でなくて75はなんとかなるんじゃないかなっていうふうにそれによってかつてはできなかったこともだんだんできる方向に自分を信じていくことができてで結果 いつの日か自分を、まあ、ってるというふうふにね自画自賛できるんじゃないかなと思うんですよ。私ねこの自画自賛とか自慢ってねものすごくいい言葉だと思うんですよ。私は自分以外の人が自画自賛したり自慢をしてるのをい本当にね千本のまざしてみますよね。なんだよ自慢かよなんて思わないです。だって自慢できるほどの経験をしてきたんでしょ もう数年も経たずに買ってしまったこと自慢げに乗りつけてくることいや本当にねうらやましいし嬉しいですよもっともっと私は自慢できるような人生を全ての方に送っていただきたいしいや自分なんて大したことないですよって大したことある人生を送ってもらいたいだから私はね自慢話とかね本当にね聞きたいですね武勇伝とかもう大好きですね人の喜びとか過去の自慢話を聞いて不愉快になるってことは全くないですむしろ そんなあなたが大好きだと言えるんですよ、はい、それでね私があのすべてを失った時に宗教をやるって言ったらもう結局こういうことなんですよ私は多分ね宗教をやれば私はうまくいくと思いますでも平和な時代では無理です人が神を求めていないからです人は困った時にこそ神様って叫ぶんですよそこでなんですよじゃあ誰が神様になる誰がリーダーになる誰が新しい思想を っってていいくのかっていうところで私はそういう時代には何もなくなった焼け野原の時代には神というものを追求する人間もしくは自分自身が神になることによって多くの人のの人不安とととかかか希望とかこうういいいっったものを寄り添っていけるんんじゃないかなと思うんですよでそこにはお布施というものがあったり奇跡というものをお互いに信じ合ったり戦い合ったり褒め合ったりそれから癒し合ったりとかね自らの過ちをお互いに許し合うとかそういったワールドが作れるんではないかなと思うんですよね。 まあこれ本当に、ね、めちゃくちゃなことを言ってるようですけどもビジネスを一通りやってきた私だから思えるんですよ。宗教ってのはもうビジネスなんですよね。で商売ってのもビジネスです。強い信頼関係を抱いて商品やサービスを提供してお金をいただく宗教と全く同じです。信頼関係がなければそこには商品の介在お金の介在はないんですよ。逆に言うと商売がダメな人成立するのが苦手な人集客がすごくね苦手な人。 うん、これはやっぱりね信頼関係ってものにもうちょっと重きを置いた方がいいのかなと自分を神格化させなくてもいいんですがただお客様を神様のように扱っていくということでもねやっぱ商売はお客様は神様ですって原則もありますしねで自分自身も神様になれるんですよ。やっぱりね商品を売る人こうやって動画などで出てくる人ってのはやっぱ視聴者さんから見ると一目置かれる部分はあると思うんですよね。 で、時間が経つと慣れてしまう部分もあると思いますけども多分ね私は神の降臨っていう風にちょっと自分の中では思うところがあるんですけどもいつも一方的に見るだけの動画のアカウントのホルダーですよねつまり動画で喋る人その人から自分一人に向かって貴重な時間を割いて熱心なメッセージが届いたら神様が来たっていう風に思って感動するんじゃないですかね。まあ、ですんでワントゥーワン動画っていうのを最初から 今日まででで切らしてなないいんんんすすよよよこれはヨッシャさんも同じようう思思だと思うんですよねやっぱりねいつも見ている人から自分宛へのメッセージが来るっていうのは格別なものがありますよねで逆にね私はねいつも自分の動画を見てくれてる人が一生懸命私宛に私一人のために作ってくれた動画これ本当にね最高のプレゼントだと思いますね中には熟費を振り込んだ時に「熟費を振り込みましたこれからよろしくお願いします」ってね熱い思いを 話してくださるかと思いますお互いを神のように扱う時にそこには天国があるんじゃないかなと思いますけどねはいそれでは今回のテーマ神」でしたあなたは神様になれそうですかどうでしょうかコメント欄で教えてください